2012年の韓国 GP 韓国グランプリは、韓国の全ラナンドを霊岸郡に建設された、韓国インターナショナルサーキットにおいて、2010年から2013年まで開催されていた F1 世界選手権シリーズの一戦である。不採算を理由に4回の開催で打ち切られた、韓国インターナショナルサーキット2006年10月に開催が決定。 契約は2010年から2016年までの7年間で5年延長のオプションも含まれるとされた。アジアでの F1 開催は日本、マレーシア、中国、バーレーン、シンガポール、アブダビに続く7カ国目。2012年までは例年10月の日本 GP の翌週に開催されていたが2013年は日本 GP の前週の開催に入れ替わり、 2014年は暫定カレンダーで4月開催に変更された後、不採算を理由に開催が中止された。2015年2月8日、2016年までの契約を抱えたまま、韓国 F1 大会組織委員会は解散を発表した。運営は、韓国オートバレーオペレーションで、M ブリッジホールディングス、全羅南道政府、全羅南道開発、SK 建設。 新韓銀行、農協、公衆銀行の7社による合弁企業であった。2009年8月に発表された2010年の暫定カレンダーには当該レースの記載がなかったが、翌月には韓国グランプリの記載が追加され、2010年10月17日開催予定と発表された。しかし、 その後のスケジュール調整で日本グランプリと共に日程が1週間延期され10月24日開催が確定した長雨の影響や干拓地特有の地盤強度の問題など様々な諸事情が重なり後期が大幅に遅れたが2010年10月12日に FIA より開催可能なサーキットであると正式に承認されたただし受けた承認は レースが開催できるという意味のものであり、サーキット舗装が完了したことによって降りたものであった。また、2010年の初回韓国 GP 開催までに、主催者側も未建設施設が残っていることを認めた。初開催となる2010年、韓国グランプリ成功へのバックアップの一環として、周辺の娯楽施設は、 協力的な姿勢をとっており、一部のゴルフ場では2010年、韓国グランプリの入場券を無料で配布するなどの配慮を行った。法人など、入場回数の多い会員や、ホールインワンをした、プレイヤー、あるいは平日の一部の時間帯で4回以上、ラウンドすることが配布の条件となっていた。サーキット所在地は木浦市街に近いものの、主要な国際空港である、 インチョン国際空港から 400km 以上離れているため F1 関係者は車で4時間移動しなければならないなど長時間の陸上移動が必要である。サーキット周辺には外国人に対応できる観光ホテルが極めて少なく関係者の多くが木浦にあるラブホテルを兼ねた韓国人向け宿泊施設に宿泊することになった。 スクーデリア・フェラーリでさえ例外ではなくこうした宿泊施設に宿泊することとなり英国放送協会の BBC のジャーナリストや日本人 F1 解説者の今宮純をはじめ世界中のジャーナリストが同じような経験を余儀なくされたイタリアのメディアでは F1 チームがセックスモーテルに押し込められたと報じられたさらにはこれらのホテルは 日中は時間制であるため、多くの VIP やジャーナリストに、さらなる衝撃を与えたばかりか、一部のメディアでは、借り切ったはずの部屋が、借り主の留守中に短時間ではあるが別の利用者に二重、利用されていると報じられた。マクラーレンやウィリアムズは、ラブホテルを逃れており、セックスモーテルに押し込められたよその関係者を、散々冷やかしていた。 F1 初開催となった2010年10月24日の韓国 GP ではサーキット施設の不備で開催が危ぶまれ特に前日23日から降り続く雨によって決勝当日は路面に水が張った状態となり多くのドライバーが最悪の状況と評した これは特管工事で路面を舗装したことによって、アスファルトの油分が抜けきれない状況での降雨が重なり、油分と水分が混ざり合って、非常に滑りやすい路面となったためである。このせいで、最初の4週以降は、雨が止んでいるのにもかかわらず、ひどい水しぶきが上がる、重度のウェットコンディションが40週以上続き、24台中9台が、クラッシュした。また園石については路面に、 紅白のペンキを塗っただけの箇所が多く、その部分は脆くなっているために、マシンが通るたびにへこみ、縁石状を攻めると、タイヤが宙に浮く現象が発生した。これにより、ヒスパニアレーシングチームの山本サコンのマシンが、溝となった部分にタイヤを乗せてしまい、ドライコンディションにもかかわらず予選でスピンを起こしている。さらには、 国際 F3 スーパーアプリが11月に開催される予定であったが開催をキャンセルした理由は移動式スタンドの強度不十分を理由とした危険性を判断したためであったセーフティカー走行中にリ機を振ったりマーク・ウェバーのマシンがエンジントラブルで炎上しても歩いて向かうとマーシャルの習熟度不足が浮き彫りになったまたクラッシュしたマシンを クレーンで運ぶ際に、コース外の土を撒き散らしながら走る一幕もあり、蒸気のマーシャル習熟度不足と合わせ、安全管理意識の低さを露呈させた。建設工事の大幅な遅れから2010年、韓国グランプリの開催承認も当然ながら、大きくずれ込んでしまったため、チケットの各班に対するプロモーション活動に、十分な時間を与えることができなかった。これにより、 チケット販売の業績が低迷した。この対処として、当日券という形で、値引き販売、あるいは、実質の無料譲渡を行うなどの措置を行い、観客動員数の向上を図った。なお、第1回大会の、当日券サービスは、同じく初回大会のチケット販売が低迷した、トルコグランプリなどでも行われている。また、 大韓民国文化体育観光部の韓国、観光広報大使としても活動する、韓国人俳優のリュウシオンが2010年、韓国グランプリのサポートレースである、ヒュンダイシリーズに参戦することが発表され、リュノのファン層などによる、観客動員数の向上を図った。これらの努力の結果、カボは、第1回韓国グランプリの決勝日に、 延べ8万人もの観客動員数を記録したと発表した。また、後期の知恵に建設費用が予定していたよりも膨れ上がってしまったことからこのままでは2011年に開催されるレースで工業的な成功が見込めないと判断されたことが原因となり、2011年1月に臨時開催された株主総会で会長職を務めていたジャニン,ンチョが解任され、 公認に、元中水ス,ス韓国大使であるパク・オン・ファが就任した。第1回韓国 GP 開催後、カボ自身がまだ至らない部分が多々あったことを、教訓として、今後は、サーキット、駐車場等のインフラ整備から警備、マーシャル等の教育まで徹底し、今後の開催に向けて、準備を進めるよう宣伝した。その後、国際自動車連盟から2010年の、 ベストプロモーター賞に選ばれたが、これに関しては、複数のジャーナリストから選出に値しないと意義が上がった。コースレイアウトに対する評価は高いものの、観客が非常に少ないため客席に無数のかかしを設置する対策が施されたが、グランプリとしての雰囲気が足りないと評価されている。韓国グランプリは、 初開催の2010年大会から第4回にあたる2013年、大会まで4年連続して、多額の運営赤字を計上し、累積赤字は6761億ウォンとなっている。4年間の大会運営費に3009億ウォン、サーキットの建設費に4932億ウォンの、計7941億ウォンを使ったが、 収入は1,180億ウォンに過ぎなかった。2011年大会終了後に、韓国の大会主催者は、財政面を改善するために、F1 の商業権管理者である、フォーミュラワンマネジメントのバーニー・エクレストンと交渉し、テレビ放映権料と当初4,370万ドルだった、開催権料の値下げに成功した。2012年大会終了時も赤字が、 継続していたが、韓国側は、長期的に見れば、開催で大きなメリットが期待できると述べていた。2013年大会終了後、2014年大会の開催権交渉では、韓国側から不採算を理由にすでに値下げされていた、開催権料2700万ドルをさらに2000万ドルに値下げする予定案が行われたが、 フォーミュラワはマネジメント側が度重なる減額交渉を拒絶2014年の開催カレンダーから韓国グランプリが除外される原因の一つとなった2015年大会は2014年12月3日付の2015年度暫定カレンダーに確認中との正し書きが添えられた上でスペイン GP と連戦の第5戦として掲載されていたが 同年末にはカレンダーから削除された。これは2010年大会から2016年大会までの7年にわたって大会を開催するという当初の契約上、韓国側の大会組織委員会が開催を望んでいなくても一応は当初カレンダーにスケジュールを載せざるを得なかったことが理由であった。15年韓国 GP 不開催の医薬金は GP 開催のライセンス料4300万ドルの倍額8600万ドルに上る可能性がある。事前に危惧された通り、フォーミュラワンマネジメントは2014年及び2015年の韓国 GP 未開催の違約金として最大1億ドルの支払いを求める通知を大会組織委員会に送付していたことが朝鮮日報の取材により判明している。 韓国の大会組織委員会は契約最終年となる2016年大会も予想される不採算を理由に開催しないことを望んでいたが F1 の工業権を持つフォーミュラワンマネジメントから不開催の役金として開催した場合の赤字額より高額となる開催権料4300万ドルもしくはその倍額の8600万ドルを 支払わされる可能性が発生したため、一転して2016年は開催するとの意向を示した。その一方で、医薬金交渉も予定しており、交渉次第では、フォムが訴訟を提起する可能性があることについて、韓国側は、訴訟による利益が見込めないため、フォムは訴訟しないと判断しているとされる。ありがとうございます。